はい、ご無沙汰しております。まあ、だいぶもうほったらかしてましたけど、続きをやっていきます。なんせね、ここ最近暑くて暑くて、なんかプラモする気にならないっていうこの悪循環ね、本当によろしくないですよ。まずはだいぶ長い間空いちゃったんでね、このこいつね、足のあ、こうすねまでできてるんで、こう膝から上をちょっと、まあ、やっていきましょう。膝から上をするのは、これまたあれだね、右左間違えるパターンだな。で、ここの一節との接続はいけるかな。ちょっと硬さの調整をしないとね、次めちゃめちゃ苦労するんで。よし、このままでいいかな。ちょっと引き削って。無料の PGM っていうのをちょっと手に入れたんで、著作権フリーなんですけど、ちょっとそれをかけながら進めていこうかなと思います。はい、右と左間違えると偉いことあるな。ほんとここ最近暑いな。ほんとね、皆さん体調はどうでしょうか。いいね。さて、なんかめっちゃ難しい状態だった。これでいきなりいけるか、頂点とくらいな。どうしよう、縦にしようかな。縦にしようか。うわ、めっちゃ汚れてるな、瓶の底。めっちゃすごい汚れてるじゃん。拭かなきゃな。ああ、失敗した。スイッチは臭いな。うわ、めっちゃついた。Yeah.
てえなこれ。ああ力が入る。これはいかん。もう入った。できた。でもちょっと向きが悪い。向き悪いね。カチンって入ったのいいんだけど。悪いっすね。なんか、あらかけ、うんうんと思った。よし、これできた。ほい。ほい、左足完成。次、右足だよな。瓶の内側拭きてえな。どっかのタイミングで拭くか。瓶の内側をね、溶剤で拭くとしばらくこう溶剤の蒸気が瓶の中に残るでしょ。これがね、次の時も、ね、邪魔するんですよ。その次ね、接着剤が固まらなくなるっていうね、変な現象が起きるんですよね。固まらないっていうかな、なんていうんだろう、うまくこう接着剤が いかないというか、なんというか、なかなか先が長いな。これこのままいくと間違いなく内股になるんだね。よし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 。次胴体作りてえな。ちょっと一回瓶拭こうか。瓶拭いて、瓶の中拭いてちょっと考えましょうか。まあ残りこんだけパーツあるんですけども、多分ねこれちょっと今から切らなきゃいけないやつね。絶対入んない。これ切らなきゃいけないやつ、これも切らなきゃいけないやつで、これが股関節のパーツなんですけど、これはね、これもギリギリ入らないな。ちょっとこれ考えなきゃいけない。でこれが胴体なんですけど、これもね切らなきゃいけないんだな。これね、ちょっと考えを持って、前回どうやって作ったんだろう、本当。どうしよう。先腕作ろうか。これはね、ここまでは入るんですよ。まだね。問題は
このね、あの腕の部分、これがようさん残ってるんですよ。さっき腕組むか、腕組もうか、中でね。あ、一番のネック、これ一番のね、頭のこう一番大事なところ、これ切らなきゃいけない。ちょっと胴はめんどくさいんで、ちょっと時間かけてやらなきゃいけない。先爪作るか、爪作る前にちょっとこれ瓶のこれね、これ切ったねーの、これちょっと拭こうかなと思いますんで、また拭いてからアップしたいと思います。